皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。4月から新しい環境下で生活を始められたリスナーの方も多いと思いますが、少しは新しい生活に慣れてきたでしょうか。僕自身もですね、4月から新しい挑戦をするために、新しい環境に身を置くことにしました。この選択は別に間違ったとは思っていないのですが、やはり、新しいことをするということは不安や焦りなども、いろんな感情を混じっているので、最近憂鬱なんですが、とにかく直近の課題を一つずつ、クリアにしていって、日々、毎日進んでいこうかなと思っています。ということでですね、本日の全能量側のフライハイは、第16回目、今回のゲストはですね、女優で脚本家、演出家、時にシンガー、たくさんの肩書きをお持ちですが、小池ジョアンナさんの、妹さんで小池ジュリアンさんを FM 川越スタジオにお招きしております。本日はよろしくお願いいたします。はい、本日はよろしくお願いいたします。小池ジュリアンです。はい、お願いします。はい、もう何回ぐらい会いましたっけ。結構お会いしてますよね。結構お会いしてますね。一緒にだいぶ話せるようになったんで、あ、よかっただいぶ話せるようになりました、ね。はい、7回ぐらいは会ってますね。会ってますね。はい、去年の、はいね、後でお話しするんですが、舞台の時からということで、うん、そうですね、はい、はい、ではですね、小池ジュリアンさんのプロフィールの方をですね、僕の方から紹介させていただきたいと思います。はい、女優で脚本家、演出家、あとは演劇教育講師で、時にはですね、好きでいいんですかね、この、はい、好きという、アーティストネームで歌手もされています。日本語、英語、タガログ語、タガログ語っていうのはちょっと分かりにくい人いらっしゃるかもしれないんで、これフィリピンのね、公用語になります。の三角語、三角語を、話されるトリリンガル。2021年にですね、ミスジャパンでは、4500人以上の中から第4位を獲得されています。フィリピンと、日本人のハーフ、お母さんがフィリピンで、お父さん日本人ですね。ハーフであるため、フィリピンのマニラ、あとはレイテ島、アブラ州など、昨年度大型台風の被害を受けて、場所ですよね、支援するためにボランティア活動や、子どもたちへの文化交流のチャリティーイベントの、主催を実施されており、これらの活動がきっかけでですね、アートはみんなのもの、アートフォーオールジャパンの親善大使としても活躍されています。あとですね、脚本家としての活動としては、映画の街北九州が韓国のソウル、ヨンドンポ超短編国際映画祭の、国際短編部門にて、審査員特別賞を受賞されています。女優としての代表作は2019年に公開された斉藤匠さん、あとこれ長野企画さんというんですか、名前長野さんですね。長野さん、はい、長野企画プロデュース、監督は清水康彦さんの映画、万力でヒロイン役を演じられて、これも、こちらもですね、数々の賞を受賞されて、その他にも、映画、ドラマ、舞台、CM、雑誌、テレビバラエティなど、メディアに多数、出演されています。直近でですね、昨年度であればですね、映画で、私が神になる前の話、こちら、短編映画なんですけど、そちらに出演されていたりですね、あとドラマの方ではこちらは皆さん見たことがあるかもしれないですよね、テレビなんでね、テレビ朝日スペシャルドラマのエアガールで一期生役として、あと、自身の舞台、アンノーンの脚本演出、小道具などを担当された、こちら新宿のスペース雑用事で、自分の方もですね、こちらで楽曲の方で参加させていただきました。ちょっとたくさん、経歴が長いですね。私の経歴を説明するためにかなりなんかもう、ね、すごいお時間をいただいて、ね、本当すいませんってぐらいなんですけど、いえいえ、すごいですね。経歴がすごすぎて、はい、でいろいろやってる中で小川さんとの出会いは、はい、そう、舞台アンノーンの、はい、去年の12月ですね、はい、1日から19日鬼の36ステージというのをですね、ね、すごかったですね、はい、2人芝居で、クワトラブルキャストっていって44で16通りある舞台の楽曲制作をね、小川さんにしていただいたんですよね、はい、そこから結構まあいろいろお話できるようになったりとか、ね、はい、ものづくりを通じてすごくコミュニケーションを取ってもらえたなっていう印象がありますね、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ほんの1年前なんか、うんうん、僕はジュリアンさんはもう YouTube で見れて届かない存在でしたよ。いやいや、あれですよね、お姉ちゃん通してですもんね。そうですね、だから僕が、そうそう、
お姉さんがね歌を歌われてて、はい、で僕が、作った歌に、うん、楽曲に対して歌を歌っていただいてて、はい、そこからまあジュリアンさんを知るようになったんですけど、はい、まあすごいなとずっと思ってました。いやいやいや、はい、お二人はすごいそうですね、すごい、はい、お姉ちゃんはあの歌手でアニソン歌手 で、ね、歌手で、うん、このラジオにもね出たことがあってっていうところで2回ほどね出ていただいたんですけど、はいはい、ではですね、ちょっといろいろお話を聞いていきたいなと思います。はい、まずですね、トリリンガルで、うんうん、これもお姉ちゃんとね、一緒ですよね。そうですね。もう小さい頃から、英語もタガログ語も日常にあった感じですか？お母さんがあんまり日本語の読み書きが得意じゃない中で育ったので、はい、自分の学校行事とかインフォメーションをお母さんに伝えるためにはタガログ語と英語を使わなきゃいけなかったりしたりしてて、あとは親戚の集まりとか年に1回あのフィリピンに帰ってたり、フィリピンの親戚がこっちに遊びに来たりしていたので、はい、すごく生活の中に英語だったりタガログ語がそばにあったし、カルチャーもすごい好きで、テレビだったり音楽だったりアニメだったりっていうのにやっぱり小さい頃触れるじゃないですか、はいはいはい、そうすると自然と耳に入ってきたりしますね。やっぱ小さい頃からずっとなのでね、達者ですよね。いやいや、お二人ともね。でもあれですよ、カナダのウィニペグっていうところで留学したり。あ、そうなんですか、はい、自分で英語されてるんですね。勉強してきました。そうなんか、うん、高校卒業されてから。そうですね、はい。でですね、はい、今でもこれね、僕はね、うん、僕の中では1位だと思ってるんですけど、2021年度のミスジャパン、あ、ね、見に来た、ね、僕見に行かせていただいて、ね、そう、お母さん来てくださったんですよ。応援に行ったんですよ、はい、ウォーキングもね、トーク力もね、まさにもう1位だと思って僕は期待してたんですけど、残念でしたね。いやでも本当にベスト5になれるところが一番のまずは課題だったの で、うん、最後の表彰台に選ばれるか選ばれないかっていうのはかなりでかいので、はい、選んでもよかったなと思います、ね、けど今後の、ね、活動に何かね、そうですね、足がかりになりそうですね。もともとチャリティー活動を積極的にしてたので、うんうん、その活動をより大きくしたいなという意思から、はい、あのミスジャパンに応募したというところはありました。そうでですね、そのボランティア活動とかね、うんうん、はい、大抵の人自分のことで頭いっぱいになるのにこういやいやいや、ボランティア活動までこう積極的にされてるっていうのがすごくって、うん、そうですね、なんか幼い頃からその両方のカルチャーを知ってたっていうのもさっきお話ししたと思うんですけど、はい、そういった点で自分がなんかこうこんなに違うんだなっていうのを幼い頃から感じてて、あ、日本とフィリピン、そうです、そうです、やっぱ学校に行けない子が当たり前にいたりとか、やっぱりそのまあ物乞いをしている、それで生計を立てるっていうご家族が向こうに行くと当たり前のようにいたりして、でもすごく幸せ、笑顔が素敵で家族を大切にしているカルチャーがあって、で自分がそのものづくりの一員として何ができるかなって考えた時に、はい、日本でチャリティー活動をしてそこで集まった物資だったり、はい、募金で募った金額で向こうの学校に支援したりとかっていうことをしてました。あ、なので自分の持てる能力でそこに何かアクションしたいというところから始まったんですね。ハーフなんです、なんか半分っていう気持ちがどこかでずっとありましたね、うん、それは僕らみたいにね、日本人しかわからないですよね。あ、でも皆さんほら出身が地方だったりすると、うんうん、結構地方の人たちが応援してくれるような感覚ありますよね、うんうん、なんかあんなに近いかも、うんうん、いいわですね、うんうん、まあ、ここでずっと話をしていると次に行けないから次に行けますかそうです ね、はい、ではですね、はい、次はこうファンの方は知りたいと思うので、うんうん、ここちょっと聞きたいんですけど、はい、もう20歳から、はい、まあ、僕もちょっとねこの前お話しした時させていただいた時にもちょっとお話聞いたんですけど、高校卒業してからね、もともと今こうね、たくさん肩書きありますよね、女優とか脚本演出とかあるんですけど、はい、一番初めは女優にやっぱりなりたかった。そうですね、もともとスカウトを中学生の時に結構されて、はい、その時バスケットボール部に所属してて結構強かった学校だったので、はいはいはい、部活動に専念してたんですよ、はいはい、でやっぱりなかなか芸能活動ができなくて、はい、でも事務所さんに声をかけていただいてやるってなった時に、はい、ブロック大会と金八先生の最終オーディションがドカ振りして、へえ、で親には相談してやっぱり部活を取ったんですよね、はい、うんうんうん、で
それがまあ自分の中では間違ってない結果だって今のところ信じたいところではあるんですけど、はいはい、まあ、そういうのがずっと、うん、物心ついた時からそばにあって、はい、続けていこうと思ってっていうのがベースにあります、うんうん、そう、やっぱスカウトされたところからやっぱ女優になりたいっていう。そうですね、なんかもっと可愛い話で言うと、はい、学芸会とか大好きだったんですよ。あ、やっぱ演劇とかね。そうです、そうです。なんかあのそうそう、なんかね、この前お姉さんがいらっしゃった時も、はいはい、なんか小さい頃から人を笑わすのがねそうですね、そうですね、面白いのことをするのが大好きで、人の前に立つのも恥ずかしくなかったし、国語の教科書を読むのが大好きで、なるほど、1ページ目から最後のページまで覚えちゃうんですよ、だから例えば教科書何40何ページ開いてくださいって言ったら、漢字のページですとか詩のページですってボソってクラスで言うんですよ、そういう生徒だったんです。すごいな、そう、暗記力はすごいね。多分暗記力とその物語とか詩を読むのが大好きですね。なるほど、うん、じゃあやっぱ小さい頃からずっと、そうですね、そこから脚本とか演出なんですよ ね、うん、でも結局その女優活動を続けるのもなかなかタフなことがあったりして、まあ、うちは結構働きなさいっていう感覚の家庭で育ったので、はい、アルバイトをする選択を取るときに、やっぱり飲食店とか、まあ、いろいろ自分のやりたいことと離れてしまうアルバイトが学生時代の中でできることだったんですけど、はい、うーんってちょっと考えたときに、自分がこの世界に入って修行したいと思ったので、まあ、某テレビ局のアシスタントディレクターやったり、はい、生配信番組の、ディレクターやったりっていうのをやりながら師匠に出会って、はい、で師匠についてたって感じです。お笑いのね、芸人みたいなね、元芸人さんの方なんですけど、ね、1年ちょっと、うん、ずっと朝迎えに行くところから、うん、番組の構成作家さんの、うん、横に入れるっていう、自分の中ではすごいありがたい体験をさせてもらったので、はい、厳しかったこともありましたけど、今ではすごく、はい、いい経験をさせてもらいました、そこから徐々にお仕事いただくようになった感じですか、女優の。そうですね、女優に結局じゃあつながったかっていうとなかなか難しいこともあるんですけど、はい、両方の世界を知ることで自分の強みだったり、自分のアピールポイントだったり、何が本当にしたいのかっていうのをすごく考える時間はあったかなと思います、で結局今全部やってるので、もうこれが私ですっていうところで、はい、面白がって仕事をくださる人が増えてきたっていう状態ですね、徐々にですね、やっぱり急にこう、はいはい、今たくさん、ね、多忙でしょ、すごいねはい、忙しいですけど、ね、脚本たくさん書かれてて、ありがたいですけど、ありがたいと思うんですけど、やっぱり続けてるかどうか、何年ぐらいからこう急に伸びて、それけどね、多分ね、指数関数的ですけどね、急にガッてきますよね先生だ、ね、そうですね、急にガッてくる、初めはほとんどないよね、ないないですないですけど、やっぱこの年齢になってくると辞めてくる方とかも多くて、はい、まあ、結婚されたりとか、新しい人生をね探すっていう旅に出る人もいると思うんですけど、はい、まあこの世界に長くこう自分は居座ってるもんですから、だんだん振り向くような人が増えてきたり、まあ、信頼が増えてきたりとか、あとはね、仲間が増えていきますもんね、そうですね、あと去年、まあ、ちょっと先ほどご紹介いただいた点で言うと、はい、三石健さんが主演で出ていただいた映画の街北九州っていう日本、はい、西日本テレビさん のショートフィルムを私は脚本で書かせていただいて賞を取ったんですよね、はいはいはい、でそこから結構興味を持ってくださる方は多いかなっていう、あ、そうなんですか、はい、そうですね、あとね、はいはい、もう本当に僕は今回 の、はい、その去年か、はい、去年の舞台アンノーンで、こう俳優さんとか女優さんにこう知り合うことになって、はいはい、そういう世界ですね、はい、舞台の世界とかを初めて知ることになったんですけど、はい、脚本ってね、こうどういう感じで前も聞いたかな脚本ってどういうイメージでこう書き始める、あ、確かに小川さん稽古場もいらっしゃるってくださったもんね、聞きますよ、2回行ったかな2回行ったね、はい、脚本か、自分の舞台を主催するとなるのと、やっぱ依頼をいただいて、はい、テーマに沿って書くのとは全く違うっていうので、ちょっと聞いてほしいんですけど、はいはいはい、
今質問いただいたのは舞台アンノーンについてだと思ったので、はい、自由に書いたバージョンの回答をさせてもらうと、はい、もう本当に生きてておかしいなとか不思議だなとか、うんうん、これってこうだよなとか、うんうん、疑問に思ったことを書く癖があって、うん、そういうのは日々書き留めておくんですか、はい、あ、そうです ね、うんうん、書き留めておくし、うん、あの夢を見た時とかも忘れないようにすごく汚い字なんですけど、うん、ブワーって書いたり、じゃあね、うん、曲作るのと似てますね。あ、そうですよね。そうですよね。ただそれが文字でこうね、うん、小説になっていく感じなのかな。なんか私は二項対立が好きで、はい、一つの物事に対してイエスっていう人とノーっていう人がいるじゃないですか、はいはいはい、それは結構もう果てしないと思ってて、なんかそれを客観的に考えて A も B もいいよねって思えた結果 C が出てくるみたいな考え方を持ってるんですよ、はい、自分自身が、はい、なのでいいなと思う点も悪いなと思う点も、うん、こう掲げられるような大きなテーマから脚本を書いて、うん、見てくれた人が考えられる余白を与えられる、うん、あの物語を書きたいなっていうふうに今もずっと思ってます。なるほど、うん、アンノーンのなんとなく分かってきた。そうそうそう、なんかアンノーンは本当に、ね、そうですね、そうなんで知らないということをどこまで、うん、あの進めていってもある人は知ってるある人は知らないしの連続、うん、とてもね面白い内容だけど、うん、一番初め聞いたらちょっと難しいですよね。まあそれはそうです ね、かなり挑戦的な物語にしてはいるので、面白かったんですよ。面白かったけど、僕も初め見た時、はい、いろんなことがこう、はいはい、混乱しちゃって、はいはいはい、うん、大変ですね。なるほどね、そういう意図でずっとやられてるんですね。そうですね、うん。あとね、うんうん、その舞台の稽古をね見させていただいた時に、はい、まあ、こんなのは俳優さんとか女優さんとかそういった舞台の関係の人は当たり前かもしれないけど、その演出、うんうん、演出ってもこう脚本とかシナリオに基づいて、ね、俳優さんの演技こうするとかって、はい、まあ、指示を出されると思うんですけど、はい、舞台装置こういう感じでとかね、うんうん、監督の違いは何なのかよく分からなくて、ほとんど監督のようなことをやられてたかなって思ったんですよ、僕は見てた時。演出家と監督の差ってことですか。はい、え、これはもう本当呼び方が違うだけでほぼ変わらないですよね。ですよね、はい、監督と同じですよね。そうです ね、なんかセクションごとに演出部とか照明部とか録音部っていうんですよ、映画の場合は、はい、でその人たちが担当するそのセクションをこうやる全うするっていう、で監督はもう全部の判断で、演出家も結局一緒で舞台でそう言ってる。でも監督って呼ぶ人もいました、過去には。私のことを舞台でも、 あと先生って呼んでくれる人もいたり、結構いろいろまちまちですね、うんうん、けどやっぱりそのね舞台を統括してるのが演出家なんですね。そうですね、僕は全然知らなくてうん、で主催もうちの会社だったので、うん、はい、もう全部の責任を私が負うという、まあ、立場でしたね。大変だな。いやいや若いのにすごい。ありがとうございます。あれで13本だったかな、あんなの、うん、はい、なん1年に2本も書いてる。2本書いてたりしてますね。 2、3本書かれてましたね。書かれてましたね。書かれてましたね。書いてました ね、うんうん、結構やっぱり創作したら疲れちゃうでしょ。疲れますよ、ね、もう結構心身ともに、ね、はい、結構削っちゃうタイプなんで、ね、うん、そうですよね、うん、体大事にしてくださいよ。いや、ありがとうございますでもね今回はねすごく大変だった。アンノーンがね本当に大変だった。もうね精神おかしくなるから大変でしたよ、うんうん、でもお客様からのやっぱり感想は何よりも栄養になりますね、うん、評価はね皆さん良かったですね。 ありがたい、本当に分かりづらいっていう意見もいっぱいありましたけどね、うん、でもそれはそれで確かに初め見たら分かる。そう、でもそれはそれですごいいい感想。あ、本当良かった、うん、ですです、はい、何しろ未来の話ってね、あとコンピューター的なね、うん、半導体ですね、用語とかもね半導体の話も出てくるから、難しい人はね難しいかもしれないですね、うん、じゃあちょっと舞台アンノーンの方ちょっと思い出話いきましょうか。はいはい、はいはい、でです、舞台アンノーンはですね、はい、昨年度の12月1日から19日に東京の新宿のスペース雑湯という、うん、小さい小屋ではありますが、素敵な小屋です。いいことですね、うん、で公演されて、まあ、2040年代を舞台にした SF メルヘンで全36公演、はい、でクワトロキャストで毎回主人公の、春元泉ですね、うん、泉と、小出千春、これはドイツ、はい、あ、一人の、ね、俳優さんが演じるんですね、はい、あと近藤椿、はい、
こちらは、女性の方なんですけど、に代わり、うん、同じストーリーをですね、16通り楽しめるという、ちょっと、これも舞台の中では珍しいですよね。そうですね。新しい感じですよね。そうです ね。組み合わせによって、主人公がコロコロ変わって。全然話が変わってね。そうですね。皆さん個性が違うから、そうそうそう、全然空気感も変わってきますよね。そうですね。僕も初日のね、桑野康介さんと、うんうんうん、あと栗生美奈さんバージョン、はいはい、あと千秋楽、はい、内田裕太さんですかね、裕、はいはい、太さんと八木匠さん、はいはい、八木匠さんはですね、女性役をね演じられたって感じですね、うんうんうん、もう全然雰囲気が違って、うん、それぞれの楽しみ方ができる、はい、最近こういうのは増えてきてる感じですか、舞台でも。どうなんでしょう。私は作品自体の挑戦をしたかったの で、キャストが変わっても、うん、まあ、男性がそのある椿を演じてもどういう風に見えるかっていうのは、はい、うん、これは作品の勝負だと思ってるので、うん、そうしたっていうところはありますけど、うん、はい、でまあ、舞台稽古も初めて見せていただいてるんですけど、はい、とにかく、まあ、演技に圧倒されますね、うんうんうん、皆さんね、でもね、小川さんの曲めっちゃ素敵でしたよ。本当に素晴らしい曲で、もうね、でも一曲ね、大変でしたよ。ね、あ、じゃあその話をしていいですか。もちろん、もちろん。あ、そうだ、いろいろ聞きたいんで、うん、ごめんなさい、今まで話してなかったんで、うん、なんでわざわざ無名の僕を、いや、無名だなんて、いや、やっぱり、したんですか、私は、その、はい、自分がその、ものづくりをする経験から、はい、なんとなく教訓として大事にしてるのは、はい、どれだけのハートフルな人かってところで、そんなの分かんないじゃないですか。いやいやいや、それは、そんなインスタで、そんでもない。ちょっとね、それは、ちょっと出会いから話しましょう、ね、出会いから、これ面白いね。どうぞ。だ去年の今くらいですね、けど僕の方からフォローはさせていただいたんですよ。うんうん、ね。で、まあ、お姉さんの妹さんだっていうんで、インスタとかツイッターとかと YouTube とかね、うんうんうん、フォローさせていただいて、それで多分気づいていただいたんだとは思うんですけど、うんうん、それで、そっからなんでハートフルだってわかるんですか。普通にめっちゃウケてるのが面白いんですけど。やっぱりわかりますよ。それで、うん、連絡くださったんですよね、うんうん、今度舞台をやる予定だからって言って、はいはい、うん、そうそう、メッセージくださって、うん、で僕はそんなことを依頼されたことはなかったから、もうぜひやらせてくださいって、こっちも前のめりで、嬉、はいはいはい、嬉しい、ね、ありがとうございました。ただしね、うん、実際舞台が始まってみたら、うん、こうやっぱりいろいろね、うん、変わっていくんですよね、曲のね、うんうんうん、どっから話せばいいんだ、もういろいろありますね。そうで、今回はですね、普通なら、僕が作ってる媒体あれば、まあ、ゼロからこう自分でイメージして曲作っていくんですけど、はいはい、今回はジュリアンさんの方に舞台でこの場面にはこういった音楽を作りたいとかっていう、うんうん、そう、はい、イメージがあったんですよね、うん、なので、今回8か9ぐらいかな、うん、その場面、うん、場面でリファレンスで、うん、実際にある音楽をね、うんうんうん、こういうイメージで、例えばエヴァンゲリオンのこういうイメージとかね、はい、いろいろありましたよね、そうハリウッド映画のここのこういったイメージとかねっていうのをちょっと渡していただいて、うん、でそこからやっていくんですけど、うん、僕はどういう風に作ったかったら、うんうん、そのイメージ崩したらダメでしょ、あ、まあね、なので、はい、コード進行はほぼ一緒なんです、うん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 、それ崩しちゃうと雰囲気が変わってしまうから、でもちろんそこをずっと同じだったらこうマネになってしまうからちょっとは変わるんですけど、でメロディーはね考えていかないとダメだから、そういう作り方したのも実は今回初めて で、しかもね、うん、でやっぱり僕事前から準備したい方だったから、うんうん、けど結局叶わなかったですよね、2ヶ月で多分10曲一気に作ったんですよ、けどそれは実際にこう稽古場とか見ていって、うん、稽古場で見ていってよく分かりました、それは、うんうん、勉強になりました、うん、仕方ないですよね、その中でいろいろ変わっていくんですもんね、うんうん、本当に物語を一番彩ってくださったので感謝です ね、一応頑張ったんですよ、いろいろイメージをね、いやもう本当素晴らしかったですよ、何を考えてるんかってずっと考えて嬉しい、うん、で特にね、ごめんなさい僕の話ばっかり言いちゃってね、特にしんどかったのがですね、最後の2曲ですよ。ですね、これ最後ね、題名つけてくださって、うん、こちらは別にリファレンス曲言っても大丈夫ですか？あ、もちろん、ね、舞台の練習の時はですね、ドビュッシーのですね、月の光を
にずっと流されてたんですけど、それがまあイメージにあったんですけど、うん、何しろちょっと技術的に短期間で作るのは大変だっていうんで、うん、だけどイメージだけは取ってですね、で作って、で電話がかかってきて、僕怒られると思ったんですよ。イメージと違うじゃないですか、もう時間ないのに、いい加減いい加減にしてくださいって。そしたら、いやとっても良かったですって言って、まあ、あれとても嬉しかったんですけど、あ、本当ですか、はい、よかった、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい、あ、じゃあもうこんなに話してたら、うん、次の話ができなくなっちゃうから、いやいやいや、もうやめましょう。いやでも本当に素晴らしい曲なので、はい、いやいや、ぜひ聞いてみてください、はい、iTunes から聞けますのでね、はい、じゃあ、ですね、今、現在撮影中のですね、映画、はい、サンパギータについて最後ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はいはい、日本とフィリピンが舞台の長編映画で、うんうん、監督今回初めて、長編映画の監督初めてです、ね、はい、なので相棒の三室力を一緒に、三室さんはアンノーンでね、映像制作で関わられてて、ね、相棒です、はい、でプロデューサーの飯塚欽太、はい、3月24日から、日本でクランクイン撮影開始されて、うん、ちょうど4月7日に日本での撮影終了で、これからフィリピンに撮影に行かれる、はい、何かありますか、これお話ちょっとお伺いしたいんですけど、そうですね、簡単にでも、はい、映画サンパギータはフィリピンの国歌のお花の名前をタイトルにしています、はい、永遠の愛とか誓いという意味を立てて、あの本当にジャスミンみたいないい香りのする素敵なお花です、はい、日本でいう桜ですね。でそれをタイトルにしている理由は、国際結婚をテーマにした実話に基づいたラブストーリーを今回、はい、映画にしたいと思って、はい、やっぱりいろんなことが起こっているこの地球の中で、私たちがものづくりを通してたくさんの人にあの愛を届けたいっていうのが本当に発端です。でやっぱりラブストーリーにはリアル、リアリティと、あと美しさとファッショナブルがもう本当にタッグを交わることで素晴らしい作品になると思っているので、はい、今回はあのインターナショナルなスタッフを迎えて、うん、はい、撮影監督にはカルン君っていうあの別の子がいたりとか、本当にその方はフィリピン、あ、フィリピンじゃないです、で香港です、はい、いたりとかして、もう本当にいろいろな海外の目線から見た日本とかっていうところを脚本の中に混ぜたりして、やっぱ私たちが日本人である誇りを持つプラス、どうやって外国人に日本ってどうやって思われてるのかとか、うん、私たちはどうやって海外を見てるのかっていうのを踏まえて、はい、自分自身が幼少期をやっぱりよく見てたフィリピンと、あとそのまあフィリピンと日本で結婚したっていう、まあ、うちの親戚含めてたくさんの人を見てきたので、うん、文化の差を忠実に再現できるかなっていうふうに思って、はい、今回この映画を作りたいというふうに思いました。これ脚本も演出も今回もされてます。そうなんです、ね、あのヒロインを演じているのと、役もされてるんですね。はい、脚本書いたり、で、はい、そういうのがあって両方あって難しいので、監督はもう本当に、うん、三室さん、三室くんと一緒にやってます。はい、であとですね、クラウドファンディングのお話もしますか。そうですね、はい、あのこの映画は資金をあのフィリピンのスタッフだったり、本当に日本の撮影だけで50人以上のキャストさんがいて、はい、たくさんの人に協力をいただいてます。そしてなんかもう今でも、今もうこの時点でたくさんの人に愛されてるななんて思っている作品なんですけど、より本当に素晴らしい作品にするために、そして海外 の, あの映画祭に出すために、うん、たくさん挑戦をするために資金をあの集めたいと思い、今回のクラウドファンディングの立ち上げに至りましたので、はいはい、詳細はまたあのお知らせしますが、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。だからですね、はい、情報はですね、情報発信一番早いところは、はい、ジュリアンさんのツイッターが一番早いです ね、はい、小池ジュリアンで検索していただければ引っかかると思うので ね、はい、で見てください。あとですね、この放送の後ですね、僕の方の YouTube チャンネルの方でも、動画アップしますので、そちらの概要欄見ていただければ、アクセスできるようにしておきますので、チェックしてみてください。ではもう早いですね、はい、あっという間でしたね。と喋れますね。本当ですね、はい、アンノーンの子供 ね、もっと話せますね、はい、ではですね、本日のゲストは、女優、脚本家、演出家、歌手、演劇教育講師の小池ジュリエンさんです。長いですね、もうすいません。いや、楽しかったです、はい、すっごい楽しかったです、はい、ありがとうございました、はい、どうも、小池ジュリエンでした。さよなら。さよなら。